はいどうも皆さんお久しぶりです。カンですということでねまああのここ1日2日ぐらいね動画出せなかったんですけどまあそれがなんでかっていうとまあ熱が出てたんですね。<laughs> まああのひどい時はねひどい時っていうかまあ昨日なんですけど昨日は39度出たんですよ熱がね。まあでも今はねあのすごいいいことにですねもうあの平熱プラス0.2度のまあ30度。 度までで下がりまままして、まあ、非常に元気でございます、はいま、だちょっと頭痛いんですけどねまあどうせ今日授業あるんで <laughs> まあ授業は絶対受けなダメなんでもどうせならもう授業も切れないと別に動画も作れるやろうということでまあ作っている次第でございますはいまあほにお待ちしていた方お待たせいたしましたという感じですはい <laughs> はいまあというか というわけで本題に入るんですけどまああの少し前にはなってしまうんですけどまあ、チャンネル登録者数がね2222 22人を突破いたしまして非常にありがとうございますという感じですはいまあ、2 2 2 2突破したんがね多分1週間前ぐらいなんですよほんで今確認してみたらですね2322人も登録してる方がいてくださって非常に嬉しいですねはい <laughs> まあこれからもね頑張って投稿していくんでねまあ 応援とかね、チャンネル登録とかね、まだしてない方はですけどね、まあしてくれたら嬉しいなと思います。まあね、チャンネル登録者数が2,222 22ということでね、まあ他の言い方をするとですね、にゃん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 ,にゃんということで、まああのね、猫耳のキャラでタワー行ってみようかなと思います。はい。まあアナゼの猫耳、サクラの猫耳、ミュウエの猫耳ということで、まあグラスコートはね、奇跡的に3体とも、 えっと猫耳のキャラが揃ってるのでまあねこのキャラでタワー行くかなと思います、まあ、この3体ともね普通に今でも現役で使える強さなのでねだってさくらなんか超現役でしょほんでミュウエイも普通に強くて割と使われてるでしょ、まあアナじゃあんま見ないですけど割と使えるのでね結構良さげという感じですということでまあ試合を見ていきましょうどうぞ はいということでやっていきましょう。まあ、今回は3試合のせていくんですけどあの各試合によってねあの使うキャラを分けている感じです。はいまあ、あの全キャラ使うんですけど全部の試合ねでもまあ,あの何主に使うキャラって言ったらいいんですかね、まあ。とりあえず1試合目はアナゼを多めに使います。はい、その次はミュウエを多めに使って最後はサクラをちょっとだけ多めに使うというような感じです。はい なのでまあ、まあ、初手は初手ってこう SS 溜めてる時点ではね別にアナゼ使ってないんですけどああミスってるやん <laughs> まああの SS を打ってからはもうずっとアナゼって言ってたかな確かまあアナゼはね最強やから <laughs> マジでグラスコートってね結構ねストーム打たれたとしてもさすぐグラスコートに戻るやんかストームさだってあの雪コートにされても桜でさ 触れたただけでグラスコートに戻ったりやとかさあとなんかグラスコートに燃焼あの灼熱コートにするキャラって決戦所だしかか多分おらんやんやほんで決戦ジだなんか今使ってる人あんまおらんからもうほんまに基本的にずーっとグラスコートなんよだからあのグラス属性のえー、っとあれグラス属性の時に SS たまる。 のが25%みたいなやつをロっトスキル3につけてたら、まあアナゼもループしてしまうので、まああの、最強ということ。アナゼはね。アナゼってあの、あの、関連でダメージ与えたりした方が強いねんけど、まあ、あの、ループするアナゼもまあまあ強いから、まああの、試してほしいんですね。<laughs> まあずっと必中やんか相手に、まあ、ダメージはそんなに与えられないもののまあ、必中っていうのは強いしあと自分は無敵やから体力なだからまあひたすら粘ってるだけで勝てるっていう感じまあ,あのヘリオとかで来られるとちょっと嫌やねんけどまああの防御さえちゃんとしとけばいけるかな、まあ、スインゲリアもそんな狭くないしねテクニックタイプやから。 まあク結構広げてるからっていうのもあんねんけどまあ、ヘリオが来てもまあ、めちゃめちゃ後ろ下がってこれ警戒しとったらまあ取れるんだよこうやってまあ、今真ん中に打ってきたからかもしれんけどまああのカウンターも強いし割とありよまあこのスライスとドロップ自体のね球はすごい遅いからってか空振ってるやん <laughs> まあスライスとドロップとかの打球は結構遅いから、まあ、それで得点することはできひんねんけども、まあ、体力を枯らしていったりやとかあと関電 でちょっとゲリラ狭めてまあ取りにくくするというような戦い方かなアナゼはほんまにまあ環境トップキャラではないけどまさくらとかミュウェアほど使われてはないけど普通に強いかなと思うからまあ一発目にアナゼをまあ主役とした感じかなほん <laughs> GS もこうやってカウンターできるから強いよねって感じはい次これは ミュウエを主に使った試合やねうんててていやなんか喉が若干引っかかる感じやわ <laughs> お初っしょっぱなアウトいや隠さなんかやうわ俺覚えてるかなこれあと5分ぐらいしゃべんねんけど <laughs> なんか俺隠さなんかあんかんわとか言う いつも言うねんけどさその後隠すの忘れてしまうんよなほんまあかんわこれ誰でミュウエかミュウエを主に使う試合やったなふういやしゃべることがそんなにないね昨日俺めっちゃ寝たでマジで。 15時間ぐらい寝た,寝たんちゃう <laughs> いやほんまなんか熱直すんにはもうやっぱりあれ何いっぱい寝た方がいいっていうように聞いたからいっぱい寝た <laughs> もう目も使かわんとに携帯もほんまにあの YouTube のねあの何ツイートみたいなのできるやつありやんあれの機能でちょっと動画出してないですみたいな言うただけで もうほんまに携帯は一度もいらってないかなマジでずーっと寝てた <laughs> アイスのんって知ってるあの氷枕なんか氷ではないねんけどなんかジェルみたいなを冷凍庫にずっと入れといたらなんか冷たくなるやつがあんねんけどでも固くなれへんねんでなんかまあそれをあのずっと頭にデコの上のせてたり、まあ、あの後頭部、まあ、普通に枕として使ったりとか してたかなあとはペットボトルをの中に水入れてそれ凍らして、まあ、それを足で挟んだりとかしてたねとにかくあの熱がすごかったからな <laughs> まあ幸いにもなあの咳とかなかったからそこまでしんどくはなかったんや、ま、普通にシンプルに熱でしんどいだけだるいだけ体がうんあと頭痛とねそんぐらいやったからまあまあまあマジ咳ってしんどない5本5本あれほんまに俺は嫌やわ <laughs> あと別にあの何履いたりもなかったからねただなんか体重が2 3キロ落ちたんかなちょっとびっくりしてんけどそれは <laughs> そういやーねよいしょいやー話すことがないね <laughs> こんなこんな感じやったっけ もう久しぶりすぎて忘れたわあーなんかこれの次に出る動画がねあのスローレベル5与えれてしかもダメージもめっちゃ与えれる最強なやつみたいなやつ出すんでねよかったら見に来てください <laughs> まあ出すんがね何時間後か分かんないんですけどまああの今日中には出すので見ていただけたらなと思いますまだ編集終わってないんですけどね頑張りますわ <laughs> うせやん <laughs> 瞬間移動で撮られへんのか山らけあてかあれやなモニオさんシューズの紹介みたいな出しとったなラケットの紹介から1日2日ぐらい経ってからの投稿やったんちゃうかなずっと待ってたけどまだかなまだかなーって思っててさ <laughs> ほんで今日今日初めて携帯見てんやんかまあ、昨日も一緒見たけど、まあ、今日久しぶりに携帯開けてほんで通知来てた時よっしゃーってなったよね <laughs> 楽しみに待っとったからいや,やっぱりモニオさんもあの靴紹介してたねあの一番おすすめ打ったあのエルノワー靴スイングエリアプラス7%でしかもあのドリンク回復アイテム取得時5秒間スタミナダメージ無効っていうやつあれタイプとか属性に関わらずみたいなとこが強いってモニオさんも言ってたね。<laughs> はいということで。 お久しぶりでしたという感じでした <laughs> はいあまあ一応ねギアとか聞かれるかもしれないんでパーッと見せていきますまあ、あんま説明はしないですはいこんな感じのラケットこれ桜ねでシューズもこんなんうんうんとよいしょほんでアナズの、まあ、ラケットはこれまあさっき言ってたんがこれやね「水海環境中 SS 増加量プラス25%」 がついてて、アナゼラケットで s s ドーカルプラス5%もついてるやつでシューズはシンアエリア広がってるやつでねこれアナゼグでミュウエはまあヘリオブライトにまあ2ポイント以下 s s ドーカルプラス20%がついてるやつ、まあ、これは別にこだわってないただこれがついたからつけてるだけかなほんで靴はまあスマー向こうやね、まあ、ミュウエはだいたいスマー向こうつけてるかなっていうような感じはい、まあ、こんな感じのまあギアでまあつ あのエンブレムはこれでしたという感じで、まあ、今日も皆さんとお,かお別れしたいと思いますということで、まあ、基本的にね僕のチャンネルではこんな感じのね、まあ、今日は旅になった今日っていうかこの動画はね食べになる動画ではないんですけどまあ基本的に僕のチャンネルではですねあのためになる動画を上げてて、まあ、これからも頑張っていこうと思いますので、まあ、チャンネル登録とあと応援も,、ね、もよろしくお願いしますということでまたお会いしましょうバイバイ